去年あの朝ドラ出演したり、はい、ボイスケートしてもいろいろあったと思うんですけれども、はい、まあ、去年振り返ってどうと思って今年どんな年にしたいかというのをこれ聞けば。そうですね、昨年その朝ドラブギウギが放送されて、こう OSK がたくさんの方に知っていただける機会になったと思います。なので今年はよりあのさらにOSK のことを知っていただける機会が増えてくると思いますし、なのでこうして知っていただいた上でこう劇場に足を運びいただいて、また OSK 自体を好きになっていただいて、今後も OSK のことを応援してくださる方がたくさん増えたらいいなと思っておりますので、飛翔と継続というのをよく私は申し上げているんですけれども、さらに飛躍の年となっていきたいですし、かつ継続というのは今年で102年目を迎えますこの劇団を続けていかなければいけないという責任を、それこそドラマを通じてより一層感じたことだったので、この歴史を絶やしてはいけないですし、続けていくこと、同じことを続けていくわけではなくって、その時代時代によってやはりあの変化していくものは必要だと思うんですけれども、変わってはいけない志だったり、お心だったりお気持ちだったりするものはやはり不変だと思いますので、そこは大事にしながら、やはり次にどんどん歴史をつなげていくという意味で継続を目標としております。はい、ありがとうございます。まず歌劇自体を初めてご覧になる方もたくさんいらっしゃると思うんですけれども、その中で OSK の魅力というのは、あの梅丸少女歌劇団のスローガンにもなっている強くたくましく泥臭くそしてあでやかにという言葉がありますけど、まさに OSK に泥臭さという、あの歌劇とはちょっとあの縁遠い言葉に聞こえがちなんですけれども、そこに OSK の志っていうのはすごくあると思っていまして、ドラマをご覧になった方だったら、あの最初の方あの桃色葬儀とか労働葬儀とかあったと思うんですけれども、そういう壁にどんどんあの目の前に大きな壁が立ち下がっても、それと真っ向勝負をして負けずに戦い続けてきた皆様がいらっしゃって、そういう先輩方がいらっしゃって、それを支えてくださる皆様がいて今につながっているという歴史があって、それを多分ドラマをご覧になった方はあのご覧になっていただいたと思うんですけど、その後 OSK はあのもちろん戦争も経験してますし、その後また労働問題だったりあの解散だったりっていういろんなあの壁にぶち当たるんですけれども、それを一つ一つ乗り越えてきた力強さというのは OSK ならではの強みなのではないかなと思ってまして、それをやはり舞台でも、私はとても初めてあの OSK を拝見した時すごく思ったことだったんです。なのでそれをお客様にも感じていただきたいですし、やはりこの作品はやっぱり生命力、今を生きる力だったり明日への活力を感じ取っていただける作品だと思うので、それが少しでも皆様に伝われば嬉しいなと思います。ありがとうございます。そうですね、あ、舞台ってやっぱいいなって再認識しました。あのドラマのお芝居もすっごく楽しくって、あのまた舞台とは違う表現の仕方があるんだっていうのを再発見できたんですけど、それを経験した上でやはりこうまた舞台に戻ってきた時に、あ、こんな表現も実はできるんじゃないかとか、テレビに出たことであの劇団員っていうあのみんなで作り上げていく団体生活をしてきた中で、あのなんていうんですか、また外の世界で個人で頑張ってらっしゃる方々、プロの方々とご一緒させていただくことで刺激もたくさんいただきましたし、なのでそこから学んだもの、空気だったり表現の仕方だったりっていうのはとっても貴重な経験だったと思うので、それも取り入れながらまた今後も舞台あの務めていきたいなって思いますし、これからもこうお芝居作品にもやっぱ OSK ってレビュー作品が多いので、お芝居にもたくさん挑戦していきたいなっていう気持ちになりました。ありがとうございます。東京公演も追加公演があって、それも完売したっていうのを聞いた時はどう思ったかっていや、びっくりしました。いや、びっくりというか、あの本当になんかいろんなところで申し上げてるんですけど、経験がなくてですね、そんな全部完売するなんということが、しかも私あの大阪出身でございますし、東京に友達が少ないものですから大丈夫かなって思ってたところがあったんですけれども、あれよあれよとあのたくさんの方にご感激いただけることになりまして、追加公演という形にもなったので、あの驚きましたけど本当に嬉しかったです。こうやってドラマがきっかけだったと思う、
の方がやっぱ多いと思うんですけど、それをきっかけに OSK のことに興味を持ってくださって、あの劇場に足を運ぼうって、チケットを買って劇場に行こうって、その時間を作ろうとしてくださったお客様がこんなにもたくさんいるんやって思ったら本当に嬉しかったし、感謝の気持ちでいっぱいになりました。なんか他の劇団の方とどんな話しましたか？完売やてってなりましたどうするどうするみたいななりました。やっぱあの関東圏の子も出演者の中でおりますので、その子たちあの張り切ってあのみんないっぱい呼ぼうなみたいになってたんですけど、ああみたいなびっくりしましたはい、ありがとうございます。表現者の方々も個性的な素敵な方たち、個性豊かなんですね、本当に。特にこのアピールポイントというか、みんなを見てほしいと思う場面とか、はい、そうですね、あのポスターに載ってるメンバーは、ま、あの一夜は2人かさせていただいてるんですけど、あの他 の, そのポスターに載って4名はあの同じ役なんですけど、下級生の子たちがいろんな姿を変え、頭を変え、口の色を変えといろんな役に挑戦しているの で, でそれでまた役ごとにそれぞれ の, あのお役こうしてやってみようとかっていうこだわりを作って、どんどんみんなあの役を深めていってるので、最後にあの桜咲く国で並んだ時に、あ12人しかおらへんかったんやって思ってもらえるぐらい本当にたくさんのお役に挑戦させていただいているので、そこの違いとかも、最初はやっぱ歌劇って私はそうだったんですけど、みんな同じ顔に見えてたところがあったんですけど、でもどんどん個々が見えてき始めたら、えさっきもこの子出てたよねっていう感じになってくるんですよ。なので作品自体ももちろんお楽しみいただきたいんですけれども、そういう目線でも見ていただけると、あこの子さっきこんな役やってたのにもうこんな役で着替えて出てきたんやって、でこんな表現をするんだっていう個々にも目線を持っていただけるとかなり面白いんじゃないかなって思います。ありがとうございます。そうですね、目標というのはやはり OSK が全国なるべく世界にあの知っていただけたらっていうのがもう私のもうずっとの目標になっているので、それはもう変わらずずっとだなと思ってるんですけれども、言うのはただやと思うんですけど、紅白出たいです言うのはただですもんね、はい、紅白出たいです。いやーそんな歌いたいかな私はエル君バンチェロが歌いたいな、エル君バンチェロっていう楽曲あるんですけど歌いたいなと思ってます。紅白出たいですね、はい、去年年末もあのテレビでずっと見てましたけど、出たいなって思いながら、ね、出る機会なんてそうないですから、まあ、でも言っていただいたし言うのはただかな出たいです